はい、こっちゃん、こんばんは。こんばんは。今日はこっちゃんの作品紹介をしたいと思います。こっちゃんはこっちゃんの2年生違います。今日は持ってきたのはこちら、じゃん。1年間の思い出、高松小太郎。これはね、1年生の時の思い出ですね。これはトーマスと、なんだこれ、なんだこれ、4番って書いてるからジェームスかな。なんか絵描いてます。はい、では早速これを見ていきたいと思います。あっちはどうですか？あっちはこの前3年生紹介したからな。はい、じゃあ順番にこっちゃんの思い出をしていきます。今度は何紹介する？このこっちゃんの1年生の時の作品ね、順番に紹介していきたいと思います。今はもう3年生だけど、はい、そうや、2年前の作品だね、これから。はい、これ桜学級。お絵描きが大好きな小太郎くん、毎日好きな絵を一緒に描きましたね。絵を見て大笑いしましたね。古井律子、古井先生のね、メッセージだね、これは。はい、じゃあめくっていきたいと思います。これは、お、これは新幹線やね。そう、くしゃっと折れるよ。新幹線、上手に描いてるなぁ。お、これも新幹線、これまた上手に描いてるなぁ。またカラフルに綺麗になぁ言うて、カラフルに綺麗に描いてるなぁ。これは何かな、アンパンマンかな。うん、ヘンリー。こっちヘンリーだな。こっちは、こっちがアンパンマンちゃう。これクランキーやな。こっちは、それなんかわからんな。全く分からへんな、それは何か。はい、次。お、これはちょっと反対向き。こっちはこっち、こっちは順番に、こう、これ、これは上手に描いとるで。これ先生描いてくれたのな、きっと。ジェームスとトーマスと、何これ4番誰、ヘンリー。4番は4番はな、ゴードンか。4番はゴードン。そうか、トップハムハット業や。これうまいな。誰書いた、これやろ。これはなんか分からへんな。誰書いた、分からん。これは絶対こっちゃな、意味が分からん。これ、あ、トビーや。うまいわ、これトビー。トビー、これ先生が書いたんやな、多分。先生とこっちゃんも一緒にいるのにしたんかな。うん、上手やな、先生。やほんまや、いや、これこっちゃんの作品集やからな、ほんまこっちゃんあんた書かなあかんねやで。はい、これはジェームスですね。これ上手ですね、先生。先生の作品集になっとんな。これなんだ、え、虫歯金マンみたいな。俺これトーマス、あんたトーマスばっかりやな。読みたら日付書いてる、2月21日。これはバーティーやな。これは何かな、なんかぐちゃ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 やけど、なんかこれも新幹線っぽいな、これな。これ多分線路やろ、この下のとこは。で、山があって、これは湖か川かなんかあってな。上手に書いてあるな。これもなんか分からへんな、すでに。誰書いてある、先生よ。先生とこっちゃんちゃう。これもぐちゃぐちゃと書いてあるけど、これなんか、これなんやろな、消防車っぽいな。ぽいってそれやんか。パトカーに消防車な。これ十字のマーク書いてるから消防車で。パトカーと消防車っぽいな。これはしご消防車な。これは消防車ね、救急車やんか。なんや、消防車だな今。パトカーと救急車と消防車な。これはなんかカレーみたい。カレーかこれ。人参。次行こう。これなんだ、超ぐちゃぐちゃ。これなんかよくわかりませんが、まあカラフルでよろしいですな。はい、次。お、これは絵の具やな、水彩や。カーテンする、いや違うな、クラッカー、クラッカーじゃない、これ何の絵やろな、なんか分かれへんけど、絵の具を使って描いた。あの作品は何やろ、あれは3年生だ、今1年生の紹介してるからな。はい、桜学級のやつは終わりです。次、これ、これ何や、これにらみ猫、にらみ猫か。これようできたろうな、これ怖。
右目は赤くて左目は青くて、この鼻も赤いし、この辺は紫で、引き歯がガーン生えてる。怖いな。はい、次です。お、はい、次はこちら。これは美味しそうなブドウですね。ブドウです。上手だね。これ、これは何これ？ドーナツ。ドーナツやな。美味しそうやな。いちごドーナツ。これはなんか白い、なんやろ、チョコレートかな。これはクリームドーナツ。クリームドーナツ。これは普通のドーナツ。普通のドーナツ。じゃ次行こう。どんどん行きまーす。版画ですね。版画。版画。これは練習用かな。こっちが本番やな。これ今日こんなみたいについたん黒いの。そうなん。上手にやってんな、版画。お、これは何かな。こっちゃん、これは何かな。鯉のぼり。どこがやねん。これ花瓶やろ。鯉のぼりってあんだ、知ってる。はい、これはこれはこれはハリエ。これはアジサイやな。アジサイの花のハリエやな。これとこれはで、これはカタツムリ。もう終わった。これカタツムリやな。カタツムリ上手に描いてるやんか。カタツムリ見たことある？本物。うん、ないのか。ちっちゃいやんで。貝殻、あ、ヤドカリみたいな。ヤドカリの中がナメクジみたいなやつ。これは、あやねちゃんかな。あやねちゃん。これはなつほちゃん。これこっちゃんやろ。ミニボク乗ってるやん、ほら。こっちゃん。何がなつほちゃんやねん。ええかげんなこと言う。ええかげんなこと言うたらあかんわ。ミニボク乗ってる。これはなつほちゃん。絶対違う。だって男の人っぽいもん、これ。やばく。違うやろ。これは、あれちゃうこっちゃん。あ、これ先生違う、これ。大竹先生違う。あ、でもメガネしてるな。ゆうばくんメガネしてんの？誰やろ？龍之介ちゃう？ちゃうわ。龍之介は違うわ。龍之介、こっちゃんと一緒に来ないし遊ぶの変やんか。お、これは何こっちゃん。プール入った後。入った後か。入る前かもな。地獄のシャワーやろ。うん。次行こう。これなんだ。高松小太郎、友達の名前を覚える、カップを頑張るって書いてあるね。なんか目標かな。はい、次これ。これは何かな。初めて書いた名前、高松小太郎って書いてるね。これはひらがなを習って初めて、これ先生と一緒に書いたのかな。うん。後でロリーも立ってな。これはもうなんか連絡の。あ、通知表や。何気にできました覚えてるね。まあこれはいいわ。これはよろしいです。燃える名。なんかみんなの作品が書いてあるね。作品ちゃうわ。ええな、作文が書いてあるねな。にらみ猫。知ってる？さっき見た。これは何かな。はい、僕の私の1年間の思い出、1年1組、高松小太郎。いきます。はい、4月入学式、5月朝顔種植え、6月プール、そして7月夏休みが来た、8月トミカ博。そーんそーん、トミカ博なんだ。1月ちゃわ。え、あれ正月とゴールデンウィークかな。うん、まあ、1月の正月休みと、あと5月か4月ぐらいやんか。そうついたかな。いい加減やな。8月富川区、まあいいわ。9月運動会の練習。はい、10月ウィーゴー。ウィーゴーって何。ウィーゴーって、ウィーゴーってこっち、あの運動会の時に踊ったやつちゃうの。はい、ファッションモンスターとか忍者リバンバンとか。ああ、それも知ったな。これ1年生やったかいな。
ウィーゴー遠足で誕生日スイミーの劇、はい、12月ひまわり歌った。ひまわりって何？ゆうすけのひまわりかな、歌ったんか12歳の時。うん、で1月マラソンミニウォークで走ったな、走ってんな、偉いな。うん、2月ニャーゴ歌った。ニャーゴって何や、ニャーゴ知ってる？知ってるわな、忘れた、うん、覚えてねえな。前は前な。3月お別れ会、はい、2年生になったら頑張りたいこと、給食たくさん食べる。うん、最近でも食べるからな、目標は達成されてきてるな。昔の声なんだこの顔。変な顔。どこここ、うん、これどっこれ桜学校ちゃうか、どこじゃん、どこだ桜学校ちゃう。はい、もうすぐ2年生、あ、なるほどな、なるほど、これ入学した時でこっからこんだけ成長しましたよってことだな。うん、まあ、確かになんかちょっとこう、確かにちょっと引き締まった感あるな。うん、なるほど。はい、次こちら。書いてへんな。これ、春見つけ、春見つけたかな。はい。朝顔の観察、見えへん気かって。朝顔、これ双葉やな。双葉が出ました、やつかな。なんかわかりません。公園探検、なんか石かなんか書いたんかな。うん、これは、なんやろうな、適当に、適当やけど、まあ上手やんか。これは何かな、これ何かな、ぐちゃぐちゃちゃうやん、これよう見てみたら、これブランコやで、こっちゃん、おそらくこれブランコやで、ブランコ、はい、次、よう書いてあるな。見て、分からへんくせに。本場がこっちゃんの手より大きかった。へえ、そうか、そんなにこっちゃん手ちっちゃかったんか、今じゃこんなに大きくなりました。いい、うち昔はちっちゃかったな、こんなん、これ押し花みたいな。お手伝い大作戦、ご飯をテーブルに並べたをしました、晩ご飯をテーブルに並べました、お箸や調味料を置きました、テーブルも拭きました。ほんま拭いた、一緒にしたな。前は若いんけ。はい、こっちは、こっちは晩ご飯を運ぼうしました、またした。あんたこればっかりな、また晩ご飯を運ぼうしました、カレーライスを運びました、スプーンやお箸サラダもチャーちゃんと一緒に運びました。これなんだ、お、蝶々とか新幹線作った、これ葉っぱで上手にしたな、ザリガニ、はい、これはチューリップの球根、植えるとき楽しかった、手がベトベトになった。これは山椒祭り、迷路で歩いたことが楽しかった、幼稚園の先生に会って嬉しかった。あ、中田先生に会ったのかな。うん、うん、これは見つけたカード、葉っぱは緑色でした、手で触るとツルツルしていました。これ何かな、あ、チューリップの球根から出てきた芽かな。はい、誰描いた、うん、こっちゃんと先生描いたじゃん。最後、遠足、滑り台楽しかったです、お弁当はみんなと食べて楽しかったです、美味しかったです。はい、こっちゃん、1年生の作品全部今紹介しましたけど、見てみてどうでしたか。楽しかった、楽しかった、楽しかったのと他にはどう、この1年生の時の作品見て懐かしかった。うん、覚えてた。うん、覚えてた。ほか一番どれが、ほんで、ほんで続いてロリーです。ロリーはもう今日はしません。今日はもうこの、作品の紹介したので、もう今日はこれで、続いてロリーです。それはまた明日です。それじゃあね、さようなら。